そこはアーランド共和国の辺境にある小さな小さな田舎町、フェルスガラクセンと呼ばれる遺跡の調査を目的に人々が集まったのどかな場所です。さて、この町には一人の少女が住んでいます。ちょっとつ盲信で元気いっぱいな後先考えない女の子。彼女の名前はエルメルリア・フリクセル。町の人たちからは親しみを込めルルアと呼ばれています。駆け出しの錬金術師である彼女は偉大な母のような錬金術師になるべく勉強中。しかし成果はあまり出ておらず、彼女はモヤモヤとした日々を送っているのでした。
出発だね。楽しいお出かけになるといいね。何するんだっけ？最近錬金術漬けだった。
様が。え、エヴァ。うん。そっか。お、マーナ気が。そんな大きな声。マーナちゃん、どうしてここに？そうだよ、マーナ。マーナ。たかがプニ。その口ぶり。もちろん。言っちゃった。いくらなんでも自由すぎ。さて、もうちょっとぜ。みっけ！これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。種類によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。みっけ！植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。そう、行くよエヴァ。分かってる。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。野菜はカレーのお供だよ。煮込むと美味しくなるの。えいえいえい。私も最初はびっくりしたよ。ささ、エーファも入っ、はーい。それ。師匠、ちょ。おや、ナノマスター。マスターなら不在です。材料を拾いに行くと。そっか、師匠がいないのは。じゃエーファー、あのロロライナ・フリクセルの娘エルメルリア・フリ。
いですか、エーファさん。調合のコツは。ナノマスター、早くし。しようかな。これでいいかな。はい、おしまい。レベルアップ。はい、おしまい。わあ、すごい。もちろんだと思う。一回成功。材料をポポイッと入れて釜を。爆発すること3回。爆発せずとも超。果たしてこれは上手と言えるのでしょうか。うるさいな。できる。そうそう。ルル。は、はあ。ありがとう、ルル。いいのいいの、気にしないで。え、あ、それは、お掃除に爆弾使っちゃダメでしょう。すバレバレ。どうしようもないぐらいバレバレ。退治の依頼を先生が受けたんだけど。なるほど、倒せなくて。わかった、私たちで代わる。無理な依頼を受けちゃダメって先生を。魔物の退治に行くなら準備はおこって。はいはい、分かってるって。
うん、いつも通り。ああ、そっか。うん、そうなの。まあこん。そうだ。ああ、お、そうだよね、伝説。さすがに、そ、まあお母さんがいない間は留守番してるよ。そうだね。そうだ、先生を叱っ、うん、お野菜を、うん、ルル、お野菜の成長を早めて、でしょ、うん、ちょっと、それより今、はいはい、アルムスター育児院に何の、元気だったかいじゃないよ先生。エーファからギク、いやー、どうだったかな。ごまかさない。まったく、分かってやれよルルは。だよ。まあそんなところだと思ったけどさ。え、いや、やめ、そんな依頼を受けたのは先生。さあ行こう、エヴァ。私はレン、はあ、気をつけて行ってく。よし、目指、うん、でも、わかってるよ、エーファもいい。それでは、フェルスガラクセン、いつできたのか、そして何のために作られたのか、そのほとんどが解明されていない謎の建造物。多くの冒険者たちが内部の調査を試みましたが、奥地へと進む扉は固く閉ざされており、いつしか調査不可能の遺跡として人々の興味は失われていきました。拠点として発展したアーキュリスも調査の不振によりさびれにさびれ、今ではフェルスガラクセンを訪れる人はめったにいないのでした。さてさて、ま、うん、そう聞いてるよ。いつ出くわすかは、うん、え、調べないと。え、
れが依頼のだね。どうする？いや、大丈夫ということで。かかるでしら。ルルアちゃんもエーファちゃんも魔物いい？ルルアちゃん、ルルアちゃんは錬金術を使えるようになって嬉しいのはわかる。はい、うん、わかればよし。人助けのため、あ、でもベノーさんには感謝しなさいよ。あたしを探す、そうなんだ。先生に、元はといえば先生が依頼を受けたのが、そうそう、今回の反省を次に。はい。さて、魔物も退治。あ、私は行く。そっか。大丈夫だ。さ、育児院に寄る。うん。
いてあるけど難しくて読めないや。エーファ、読める？どれどれ？この本、真っ白じゃない？え？そんなことないよ。確かに後ろの方は真っ白だ。してた日々、そんな生活が変わったのはこの日。いろいろと振り返ってみても、多分だから、これは始まりの章。書いてあることはだいたいわかるんだけど、あれ、またその、あ、師匠、きっとすごい本なんですよこれ。ナノマスター、違います、古文書ではありません。長いじゃん、面倒じゃん。はいはい、空から急に降ってきてる、そういう意味じゃ。確かにすごい本なんだけどね。一体それを調べるために私は今勉強熱心だこと。どう、そうだねえ、ルルアちゃん、しばおい、ルス、ええ、調査の依頼が。そんなに遠くないから歩いていくつもりなんだ。はい、もちろんです。お、頼りになるね。それじゃ行ってくるね。サボってはいけません。はいはい、分かって。留守番を頼まれたからには、てか師匠がいないってことは、うわーい、天国だ。ここは無視された。う、ええ、そうで、ああ、伝説、お前がロロナか。うん、違う、娘。まあいい、伝説の錬金術師の娘。お前にはこの道具を調合して。あ、ちょっとこれ、まったく勝手に依頼書置いていっちゃうし、そのどうしよう。そうか、絶対、とりあえずいろんな人に話を聞き、なんとか。Thank you.
あ、さっき。ムカつく？いや、向こう。見たところ旅人さんみたいだし、お宿。へえ、見た目によらず。じゃあほら、案内。エルメルリア・フェリクセルです。長くて呼びづらいんで、ルルアで。そうか、僕はオーレル。あ気づいたか。国を名前に付け。違う、僕は。ああ、ほらほら。くそ、調子が来る。はい、まずですね、ここ。うん、確かにいい。ええ、それがいいと思いますよ。でも、鼻の下の。ま、誰がそんなこと。はいはー。ここが銀のタガネ。は、なるほど、質のいい品は。ふふんだ、田舎だからって舐めないでくだな。してると置いていきますよ。くそ。と、で、ここが。おい、さっきから気になってたんだが。え？オーレル、私と同い年くらいだし。はあ、まあ別に構わないが。楽しんでよ。ああ、じゃあな。なんか成り行きで。かん、いや、よくない。結局仕方ない。今からなら、それかオーレルに素直に。はすみません、私が天使として未熟なばっかりに。いいよ、気にしないで。ここは宝石店でしょ。で、ああ、大丈夫、大丈夫。Thank you.
います。正座ね。ええ、おかげさま。食材とか、ああ気にしないでリーザね。そう？うん、もちろん。はあ。結局道具の手がかり。これはもう徹夜してでも師匠のアトリエにこもって必死に。私を置いていろいろ考えてみたもの、このままじゃオーレルに怒られて。どうしたの？あ、エヴァ。なるほどね、ルルアちゃん。ダメだよ。そっか。この本に書いてあること、よし、そう、エヴァ手伝って。もちろんだよルルアちゃん。さすがエヴァ。Thank you.
後でいろいろ聞いてみようかな。よいしょ、よいしょっと。考えをまとめて。種類によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。よいしょ。野菜はカレーのお供だよ。煮込むと美味しい。くなるわ。えい。植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。よいしょ。どんより曇ってきたみたい。でもまだまだ頑張るよ。見っけ。薬の材料だね。苦くない薬もあるのかな。おーいそっ。言ったらカレーだね。それそれそれ。
ブチャー。おっとと、水はこぼれやすいから注意して採取しないとね。さーてと、粘土はこねて丸くしてっと。こうした方が運びやすいの。曇ってきたね。お洗濯物が乾かなくなっちゃう。私も頑張る。